第三スカイビル全系ニュースカイビル渡辺洋次は、新潟県、直江津市出身の建築家、陸軍船舶兵出身で随所に、その影響が伺える、独特のデザインの建築物を手掛ける、狂気の建築家、異端の建築家と呼ばれた、代表作に、第三スカイビル、この東京都新宿区職安通り沿いに残る、通称、軍艦マンション第三スカイビルなどの建築のほか、 黒マジックペンを使用し背景を黒くして描かれる数々のコンペ案のドローイングで著名。そのため勤務していた大学の大学院生らにマジラとあだ名を付けられ、また市の吉坂高正によると万博会館コンペ審査で浦部静太郎から鬼軍曹と命名されたという建築設計事務所を始めた当初は日本古来の木造工法を用いた作品を多く発表。コンクリート作りでは 大スパン候補を用いていた。その後ユニット型、カプセル形式の建築を手掛け始め、晩年は、竜や虎を模したものや渦巻き型の建築プランを施行した。第二スカイビル現況欄の丸は現存、は現存せず久米建築事務所勤務当時より、建築設計競技に参加し多くの入賞を果たしている。競技設計で、佳作は、全日本無名戦士の墓、東京天理教会館。 愛知県文化会館、入選は、静岡県文化会館、店舗住宅、日本万国博覧会本部ビル、北海道百年記念塔、最高裁判所庁舎セントラル、ガラス建築設計協議。その他、国立国会図書館、長崎市役所庁舎、仏田生誕2500年、国立劇場、京都国立国際会館、ハリウッド住宅計画、にわ芸術大学、 市場大橋コランズ案、アレゲーニパブリックスクエア、日本ランド観光開発、建築センター、旧国鉄四ツ谷駅、農村住宅、建築家会館、アビタ70、箱根国際観光センター、タンザニア政府機関建築群、ユーゴスラビア国際オペラハウス群、フランス文部省現代芸術会館ポンビューセンター、巧妙池仙北ニュータウン、ハウジングプロジェクト、シリア国会図書館、 ポルトサント島開発計画、マニラ貧民救済開発計画、アラブ市長国連邦開発銀行国際ホテル、パーレビ国立図書館、名護市庁舎、マドリッドイスラム文化会館、ミトタウンハウス82、建築会館、香港ザピーク、バスティーオペラハウスなどのコンペに参加し、いずれもクロマジックでのドローインク作品が残されている。ロックフラックスから行ってみたらすごかった。 廃墟や廃損、秘境や、移行の調査レポートレポート0801、峰崎委員2013年8月18日、ありがとうございます。